はい、おはようございます。高田の脇店美方です。はい、今日はですね、はい、大人の事情でアルカナブラッド。で、こちらミランワーサーアルカナブラッドで大会やりたいと。はい、で、0回戦1回戦は時間の都合上、はい、ナイスチンチン大会とさせていただきます。はい、ナイスチンチン先に決めた方がその場で勝利。はい、食らった方がその場で負けというところでね。じゃあ、ナイスチンチンわかんない人は、こちら前本部席まで聞きに来てください。俺も分かってないです。竜巻 A です。竜巻 A だそうです。竜巻 A。デフォルトキャラカードなしでやってデフォルトキャラの3番を選んでくれ。3番、はい、いいですか。キャラなんでもいいそうです。ストライカーの技だそうです。ストライカーの技です。アルティメットチンチンルールとさせていただきます。じゃあ誰だ。はい、じゃあ1回戦トラエンテ、じゃあ試合の方お願いします。ナイスチンチンを決めたら勝利です。さあ、ナイスチンチンについては、後ほど絶対見られるのでこれだというね。はい、トラ対立ち上がってないまだ大丈夫かこの基盤なんでいつもこの発売直後に大会やろうとするとおかしなことが起こるんだろうね。メシカツ嫌がらせかな。いや、さっきネシカが立ち上がっただけで、これからミリオンアンサーが立ち上がるのがちょっと時間があるんですよ。なんでゲーム読み込むんだよお前。ファミコンのディスクシステムじゃねえんだからよ本当にもうレリクス暗黒要塞並みにラウドが長いっていうね敵に弾き飛ばされて階段落ちてまた読み込むみたいなね。ふざけんなよみたいな。お互いスタート押せば大丈夫。はい、それすら不安になってる。はい、じゃあナイスチンチン大会始めたいと思いまーす。あれですよ、間違えてね、メトロイドでね、こっちじゃなかった。そう、B 面をセットしてください。敵から逃げようとしてレバー下に入れちゃってエレベーター乗ってやってディスク B セットみたいなね。はい、これですね、弱酸性 L、セット1、セット3の一番左を選んでくれ。 A ボタンだ、A ボタンだぞ。はい、もう選び間違えたらその場で負けにします。労働時間待つのめんどくさいです。それで勝った方はそのままぶっ殺してください相手を。はい、さあどっちがどっちだ。手前側、画面に映ってる方が炎帝ですね。炎帝側ですこれ。じゃあ 2P が炎帝なのかな、1P が長いなこれ本当に長い。さんが選んでる長いなんなの。始まった A ボタンだぞ。お互いこれチンチンねえじゃねえか。お互いなんでチンチンあるやつ選ばないんだよ。あるのかチンチンあんの。いやさあどっちだ。先にナイスチンチン決めるのどっちだ。エンテが居合。はい、決めて、はい、決めろ。最初はまだもう出せますね。もう出せるよ。出した、避けたクルタイク、避ける。あー、トラ勝利おやだ。トラさん殺してそのまま殺して、長いから殺して。じゃあ次、呼び出します。適当とそれがしお願いします。準備しといてください。あとキャラ殺しちゃって意外投げこれめっちゃ近かかる。投げなんでこんな長いの。もうちょっとね、あれもっとバンバンチーンで死ねえよっていうね、ほんとにすいません、これ見てたら H サブの方、ナイスチンチン対戦モードを入れといていただいてよろしいですか。いいですか、もう決まったら死ぬやつ入れといてください。次のアップデートよろしくお願いします。それ長いからなぎラウンド設定せめて入れてほしいんですよ。ラウンド設定入れてください。はい、じゃあ次、はい、どうぞ。長いなこれ。さあ、トラ勝利0回戦からこの勢い。はい次誰だい誰だ、ワンピー側がそれがし君かな。ワンピー側画面映ってるのがそれがしですね。はい、で画面に映ってないのがテキトー君。はいさあそれがしがでナイスチンチンを選んでくれ。ああれあアーサーさあ、3番目を選ばないと竜巻優のやつねカードね3番目の。さああれですね聖剣3のキャラですよね。聖剣3のキャラそうですか。 やってないから知らないですけど俺なんてスイッチの聖剣伝説買ったけど一回もキャラメルすら解いてないぜだからうちらの時代って聖剣2までですよねやってても。そうですねM2 さんが作ってくれたスイッチ版聖剣伝説よかったらぜひ皆さん買ってください。はいチンチンやって早く早く急いで。あーガボッこれちゃんとコンボに組み込めるあるのかチンチンあー惜しいうまかったですけどね今ね。さあこっからあるのかああそれはよけるパスを決まんなかったら両者しか見しますからね早くしろ。あっしいい勝負なんじゃないの。それがしそれを普通にコンボに上げるチンチンにつなげチンチンになんか真面目に対戦やってますね。おいなんかあれめくれるんだこれはそうだあ決まらない繋がんないのあれラウンドとかどうでもああ勝ったのはそれがしそれがしじゃあそれがさそのままぶっ殺して殺して北斗リコとババラムネいや北斗リコとババラムネ準備だけお願いします。レンコンですね、A 連でここまでコンボができるというお手軽なシステムをつけてるんですけど三国演武と一緒ですね、あこれね、ナイスチンチンこんな技つけたら俺らにいじられるって分かんなかったんですかねまあいいやじゃあ北斗リコ対ババラ君ですかねお願いします。さて、手前側が北斗リコはい手前北斗リコ 2P 側ババラムネナイスチンチンを先に決めた方が勝利となります。よろしくお願いいたします。あっ北斗リコ変えられる変えられるよそれ変えて変えて変えて下下下それそれ教えてあげてください。ああよかったあれね、俺たち35円失いますからね、電源切ったらね。さて、2P 側が、ババラムネ。さあ、決められるのかどうか、ラウンド1、ジャッジ。おお、空中コンボ、うまいぞ、北斗リコ。しかし、今、今日、それを必要としていないのが、ナイスチンチンルールと、ストリートファイター、ナイスチンチン。あ、俺は、違う、違う、ボタンが違う、それはボタンが違う、こっちや。ガーッとだろ北斗リコじゃあ北斗リコやっちゃってくださいぶっ殺しちゃってください。北斗リコやりますねフランス人てか多分今ナイスチンチンの本場フランス違いますねじゃあ次多分今北斗リコが一番あれじゃないですかやってるんだよねそれは北斗リコしかやってないにイコールではないのか違うのか違ったらごめんみたいな。もうねネシカの新作出るとね口座から金がなくなるんだよねみんなその時だけ売り上げいいから課金のさ請求額半端じゃなくて、本当にもう嘘みたいな。確かに7万ぐらいまだ口座入ってたかなと思って銀行行くとゼロみたいな、えっつってなんでみたいな、あれ確かまだ残って20万ぐらい入ってたんだけどな、ゼロみたいな。俺の自由を掴んでみた。次、ウニカとトラ。はい、じゃあウニカ君とトラチンチンルールでお願いします。まだチンチンルールです。オフラインだとゲームできません。オフラインできないんですよこれ。オンラインに繋がないといけないっていうね。ワンピガがウニカがリース、ツーピガがトラ。はい、お願いします。はい、店内対戦も一回オンラインのサーバーを通してるらしいので、そうみたいだね。あっちがエラーを受けると店内対戦ですらできないという、全通信ハーネスに負ける最新基盤っていうね、対戦ハーネスに負けるっていう。さあトラが盗賊。さあ先にチンチンを決めるんだ。お、いいですね今の突進技、なんか性能良さそうだ。あ、ガード。チンチンはそう簡単に触らせるか。ガードしていく、両者。いやー出していきますね、出し惜しみなし。さあゲージ1個貯めないと出せないからね。変なボンブは青いマークね、カードの下のキャンセルで使うとしばらくたまんないんですよ。なるほど、アシストゲージが。なるほど、ああトラ勝利、トラ勝利。じゃあトラさんでも長いからそれ。じゃあ次、ブルーと鳴沢優衣準備だけしといてください。はい、じゃあブルー君と鳴沢優衣準備だけお願いします。なんかこのゲームパッと見面白そうですね。ちょっと長いのがあれですけど、まあ、エクサムさんね、格闘ゲームいっぱい作ってますからね、そう簡単につまんないのは作らないでしょうということで。よし、ワンピガー鳴沢優衣、ツーピガーがブルー。じゃあチンチン触ってきてください、よろしくお願いします。友達イコルールです。さーて、さあ鳴沢君がワンピがそうですね、鳴沢君が勝てばね同級生ブラッド出るかもしれないですからね、頑張ってほしいですね。同級生チンチン出るかもしれないですね。さあワンピーが鳴沢優衣、ツーピーがブルー。じゃあ試合の方お願いします。セット3、一番手前、左側のカードを選んでくれ。これツーピー側が何選んだのか分かんないのがあれですけどね。なるほどね、はい、向こう側にしか見えてないってことですね。さあどちらが先に触るのか、仕掛けるのか。旋風脚コマンド、竜巻コマンドですね、 A となっております。さあキャンセル技に組み込むと一定時間ガード、ゲージが回復しないということなので、考えながら使わなければいけないと。時には単発の方が有利な場合があるのかもしれません。さあ突進技かっこいいですねこのゲーム。あるのか、なかった。ガードやり返す、2段ジャンプで受ける。これお滑稽なんですよ技。さあ画面端を追い込んで3ヒット、下段から突き刺さる。通常はあるちょっとこのクーラーっぽい技ですねこれね。ガード、これはタからのこれ普通のコンボだそれじゃない。さあこれ右側がちょっとリムルブっぽい技ですね。勝ったのは鳴沢優衣。じゃあそのままブルー、あ、ナルサイルじゃねえか、ブルーか、はい、じゃあ殺し合ってください。じゃあ次、ミルキーローズの翔也、はい、翔也君とミルキーローズ準備だけお願いします。成沢君残念でしたね。成沢君勝てばね、どっちが先にチョークを刺すかっていうゲームが出たかもしれなかったんですけどね、残念で出すことができなかった。さあ、これで、これでも長いですよね。長いですね、ほんと長いね、やばかった、ね、もう今のゲームは長い。いいかも悪いのはその長さのせいっていうのもあるからね。でも減る方だと思いますよこれ。まあそうですね、はい、エクサムさんはその辺ゲーム好きな人がいっぱい開発に携わってて分かってますからね、はい、アルカナハートから3までどんどん時間が短くなっていくっていうアルカナハート3はやりすぎたやりすぎたみたいな、X かっていうぐらいすぐ死にますからね、あれねあれすごいインカム良かったですからね、良かったからね、あ、いやそういうのでいいんですよ、エクサムさんお願いします。じゃあ次誰だ、ミルキーローズが手前側、スーピーガーが翔也、さあどちらがチンチンなのか友達一歩なのか決めてくれ。もう何それ、飛び道具かっけえ。ちょっとコットンですよねなんかなんだグルーブオンファイトでしたっけ、こういうキャラいましたけど、いましたね。あっ、返した昇竜拳かそれ、あっ、勝ったのはミルキーローズお見事。はい、倒してください、倒してください、殺してください、殺すまでが仕事ですから、はい、ガッツボスとかいいんで倒してください。はい、じゃあ次、はい、シリゲーとボン、シリゲーとボンさんですね。まあそんなこと言いつつね、シカ2は帝は来年初頭に多分あと2セットぐらい増えます、はい、まあ正確には3台増えるんですけど、あんまやんなくていいです、課金高いんでどんな店長だよ。普通に演練してください。あ、そうですね、うん、面白いゲームいっぱい出してください、6台動かすんで。はい、じゃあボンさんとシリゲ君ですね、お願いします。もうこのね、女性プレイヤーにナイスチンチンを強要する俺たちですよどうなってんだと、訴えられてもおかしくないんじゃないかということ、まあ、それはちょっと分かっていただけてやるからと。シリゲ VS ボンさん、じゃあお願いします。リースと申します、よろしくお願いします。あれ、シリゲさんがなんで女キャラ、そうなの。これ読み込みがね、もうね、 あれですよね、ついにアーケードゲームが、ファミコンのディスクに追いついたっていうね感じでいいですよね、はい、あ、そっか、うん、今ボンさんがあっち側から対戦相手の反応がないからどうなのかなっていうのを心配してたんですけど、あ、なるほどね、ボンさんアナログですね、アナログ女子、アナログ女子ですね、さすがネシカ2に対応してないっていうわかります、それでいいんですよ、覚えなくていいですから、ボンさん余計なこと覚えなくていいですから、もういいです。みんなになんだっけJ マキシマムのハメだけ聞いておいてもらえればあとはいいです、余計なことボンさんに教えない、いいですか、教えたら俺が切れますからね、いいですか、ボンさんが輝くのは明日ですからね、あ、そうですね、さあシリゲ対ボンさんとなっております。先にナイスチンチンを決めた方が勝ちです、いいですか。あー、ナイスガード、ナイスガード、危ない、あ、ぶっ飛ばし出していく、あ、惜しい、いいですね。画面端まで届かないんですよね。画面端まではいかないですね。さあボンさんゲージを回復したい。おバースト使ってナイス位置を連打していく。あっぶんでナイスカード。ああ勝ったろ走りゲー。じゃあ次シリゲさん別婚してください。はい微分それがしじゃあ微分とそれがし試合の方お願いします。いやーやっとファミコンのディスクにアーケード追いつきましたからねロードがありますんで、ディスクを入れ替える作業が面白かったのはゼルダまででしたねもうダンジョン入ったら B 面なんだみたいなね、ワクワク感、もう謎の村雨城の頃にはもうタリーみたいなタリーみたいなね。メトロイドが出た時にタリーでメトロイドさそれ言われすぎたのかさ、セーブとさ読み込み同時にやってあって倍の時間がタリーみたいなバカと思ってさあワンピーがそれがし、ツーピーガーが微分ですね。ロンチじゃねえよ、ゼルダと村雨。ゼルダのが先だよ。村雨は2月だよ。あれ1月だっけな。あれ 125 か225だったような気がするけど、ちょっと覚えてない。そう、最初同時発売って言われてて、なんか遅れたんですよ。村雨城が。リアルタイム勢なめんなよ、お前この野郎。まあいいや。ワンピーガーは、じゃあそれがし。うん。ツーピーガーが微分。はい。いや、もしかすると、東京の東端と西端では、あ、そうですね、みんなの家、田舎、あれ、俺んちが田舎すぎて、ローンチじゃなかったかもしれない、俺んちだって、PC エンジンもザ・クーフ売ってなかったしね、あれはずれたんだよな、なんだよ、ローンチびっくりマンと上海って、こっちがびっくりだよって。さあ、リースと、剣術、剣アーサーを使ってるのは、それがし、リースが微分さんですね。はい、ナイスチンチンルールです。まだ加藤健は12月3日だったような気がしますねプレイステーション発売日ですね。そう、プレイステーションの発売日と一緒。これでチンチンゲージがたまった。チンチンゲージたまった。使ってけ使ってけ。あ、これはチンチン決まった。勝ったのはビブンお見事。あ、じゃあビブンさんお願いします。やってください。ガラモート周平ツインファミコンの CM に出てた高橋名人とこの間お会いできて楽しかったですあれもね、大人の事情だって初めて知りましたからね大人になってカセットでスターソルジャー、ディスクでスーパーマリオ2でしたっけカセットで世紀末2、ディスクでデリクス暗黒要塞って言ってほしかったですねどっちもつまんねえみたいなセットでスーパーアラビアンあれなんであんな注文になっちゃったんですかね。スーパーアラビアン長いからみんな投げ死ぬ助けてワンピがガロボ、ツーピがシュヘイ、チンチンルールです。お願いします。さあ。ちょっと俺ミリオンアーサーってこれ元はソーシャルゲームかなんかなんですか？ソーシャルゲームです。ごめんね、全然知識ないから。俺スマホでゲーム初めて買ったの赤とブルーだからさいやゴマオツもやってた。ごめん、ゴマオツもあれただだから買った気になってなかったですねそうなんですよ。マインさんも俺もやってましたよ。あ、本当ですか。俺はそのスクエニが出してたスマホのゲームが格闘ゲームになって帰ってきたと。そのうち暇だったら僕このゲームのこと調べますけれども、多分すごい魅力的なキャラクターたちが揃ってるゲームなんでしょうね。でも長いので、チンチン触ったら1回戦は勝ちとなります。黒い方がガロボ、白い方が周平ですね。はい、じゃあお願いします。でもこれ、チンチンないんですよ、このキャラ。チンチンがない。なるほど。でもいろいろ調べるとさ、いろんなキングスナイトとかいろいろ出てんのね。びっくりしましたよ。キングスナイトあんのみたいな感じで。キングスナイト今ソシャゲになってますからね。ねえ、俺びっくりいろいろ調べると出るんだなと思って、出てるんだなって。あああああ、これはボタンが違う、ボタンが違う、それはチンチンじゃない、めくって、ああ勝ち合う。体力的にはガルボーリード。さあここで体力回復していくいやー、これでも連続技に組み込めるっていうのは新しいですね。さあ完全に進んでしまったので、しばらく周平回復しないと。どうだ。さあ周平のチンチンゲージが、チンチンゲージ溜まったぞ。チンチンゲージ溜まった。いつ出すんだお前のチンチンを触らせろと違う、それじゃない、これは違う、それは違う、それだ。ガロボーか、勝ったらガロボーお見事。でも多分周平君の方がコンボ減ると思うんで、周平君やっちゃってください。R石と秀樹、じゃんけんしてワンピーツ B 決めてください。はい、じゃあ R石と秀樹、じゃんけんしてワンピーツ B 決めといてください。よろしくお願いします。周平君結構やってましたからね。普通にコンボ練習してますよ。そうですね。まあ本当ね、僕ごめんね、家庭用のゲームも含めてね、スマホのゲームも全然触れる暇がないので、普段触ってなくてね、これからは勉強したいと思います。でもこの間池田さんとも話したんですけど、もう出てるゲーム全部できないじゃないですか。まあそうなんですよね。まず今ある RPG 全部クリアできないですからね。そうですね。でも俺も心に決めたのが、もうあれですよ来月出るという噂のシューティングゲーム、ライジンは買わざるを得ないですね。あれは買わざるを得ない。ほんだね、ついに来ましたね。俺は俺は人類に与える罰だ。やばいですね。あれはもう買うしかないですね。もう親が誘拐されない限り買います。あれはもう買いますよ。じゃあ秀樹対R石、R石お願いします。あれはもう3分のムービーの中に5、6回笑わせるポイントがありますからね。あれはやばいですよ。作詞チャザに収むみたいな個人の感想ですまあいいやいや、わかんないですよ。あれもほらプロゴルファー猿みたいに逆のパターンで15万枚とか売れちゃうかもしれないんで期待したい。相当売れたんですよね。相当売れた。だってあれプロデューサーなんかあれボーナスもらったとかいう噂を聞きましたが、本当ですか。じゃあワンピー側が秀樹ですね。ツーピー側がR石、R石お願いします。いやライジンはもう俺が応援せざるを得ないゲームなんでやりますよ。あっガロッ。さあここは連続技に組み込んで確実に決めていきたい。ナイスチンチン。さあワンツーから中段か、それあー勝ったのはどっちだ。秀樹か。秀樹ですね。ちなみにナイスチンチン下段なんですよね曲が小城さん、小城優勝の無駄遣い。あごめんなさい、なんでもないです。はい次。練習しないですよ俺北斗にことなる。そうですね、PV の時は完璧すぎましたね、あれね。ナルト、北斗リコ、北斗リコ、お願いします。ナルト、北斗リコ。いやー、てかね、見てない方、RXA のライジン。ライジンのデモを見て、どんどんこれからお便りください。待ってます、待ってますから。僕は買うんで、こんなに笑わせてくれるんだったら買いますよっていう。そういうのいいから。はい、というわけで、ワンピー側がなるですね。はい、ワンピー側なる、ツーピー側がまだこのルールここが最後です。これが最後、これが最後です。はい、じゃあナル対北トリコお願いします。ああそう、ね、ニコニコのコメントはそういうこと言わない。ああバレてましたね。ああバレてましたね。それはね、あれは面白いからね、あえて言わない。さあ最後のチンチンルールとなっている、北トリコ対ナル。先にナイスチンチンを決めた方が勝利となります。いけフランス代表北トリコ、そして大洗代表のナルとなっておりますイスクラウデット、言いにくいんだよなこいつ。イスクラウデット覚えられない、長い名前は覚えられない。インディアンと同じ法則ですね。123いっぱいというようなね。まああれは満員さんですからね、作ってる、どうでもいいですさあどっちだ、フランスからの資格か。ああこれはあバースト、バーストでチンチン回避、触らせやせぬよと回避していく。さあフットグリコ、さあここは打ったがガード、両者ともにカメラ陣、それは逆だ。さあオクトリコの攻撃が続く、ジャンプ力、ああこれはなる、お見事。じゃあここからはまともな試合にさせていただきます。試合です。このキャラ意外に減る、いい減りしてますね。じゃあベスト8となりましたので通常ルールとさせていただきます。トラ対ブルー君ですね、はい、通常ルールで日本選手試合の方お願いします。さあ若干心配なのが、上がってきた人間が、ことごとく やってあお金入れないといけないんですよ。俺お金、そうです、ここからは自腹なんで、すいません、ここに入れてください、ここに自腹なんでちゃんとお金入れてください、はい、今の状態で金入れると二重に課金取られるんでこっちに入れておいてください、はい、二重そうですそうです、もうあと金勝負ですから、はい、現金のないやつは負けですいいですかワビがブルー、ツービがトラ。大会の時ぐらい金取るなっつうのね、本当にもう。でもこれあれなんですよ、ネシカの場合は片方側の一人プレイ料金しか取られてない。あ、そうなんですか。ね、某あっちの方は2人分取られますから本当にね、もう年末になるとね、決算近くなるとね、揉め始めるから嫌なんだよね本当ねなんか計算と合ってないぞみたいなね支払いがおかしいとかさ、なんでそんなことやんなきゃいけない、仕事増やすんじゃねえよ金取ってんのにっていうささあここから自由です、ここから自由、自由だよ、はい、チンチンに縛られることなく自由にやってもらいます。で基盤が壊れてさ、先出して違う基盤が来てさ、はい、でなんかメーターとか変わっちゃってさ、でこれ税務署に突っ込めてこれ何なんだとか知らねえよみたいなねほんと勘弁してくれ課金税務署ね、もうやったことねえだろっていうねメーカーの人こういうのっていうね、マジ切れそう。まずね、メーカーの方もそういうのねじ伏せてからそういうシステムを出してねえやってくれよと思いますけどね。そうナイスチンチン、もうトラさんチンチンいらない、もうトラさんチンチンいらないですよ、いらないですよ、普通にやってくださいまあこのゲームはまあ今日発売になったということで配信開始となったネシカ2の最新ゲーム、何でしたっけ、ミリオンアーサー、アルカナンブラッド、略してアナブラわかんないですけど、なんですかね、何が正式な略称なんですかねミリアサ、アナブラ。でもミリアサだと普通のミリオンアンサーもそうですからね。まあ皆さんでね、どんどん略称を考えていただいて、さあまずは1本目、これがブルーさんやってますね、これね、やってる動きですね完全に。さあトラさん適当にやってる感じ、これいいですよ。トラさんチンチンばらしとけば、チンチンチンパラチンパラばらした、当たらないその飛び道具かっこいいな。まあまだまだだから、あっとここでブルーがまず1本選手、まだまだ攻略されてないゲームということでね、皆さんどんどんやり込んで、まだまだみんなフラットですから、実力の部分、知識量、情報量、そういった意味ではね、味方勢にどんどんこの攻略していただいて、ね、またいつかあるであろう東進祭とかにね、味方勢が壇上上がる日を楽しみにしておりますけれども、またはエボとかね、まあそんなんで最新作となっております。ミリオンアーサーアルカナブラと略してアナブラ、またのチンチンブラッドとさせていただきます。チンチンブラチンブラチンブラ、もうチンブラこすってる、こすってますね今ね、チンチンね、チンチンをこするってなんか微妙なニュアンスですね起き上がり、なんだそれ、しゃがめば当たらなかったバカコサポつながってね、勝ったのはブルー。じゃあ次これさあ勝ったのはブルー、ミルキーローズとシリゲ、ミルキーローズとシリゲくんですね。あ、確かにその通りだ、チンチンからブラッドはまずいですね、チンチンからブラッド結構生死の危険性が、そうですね、よく柔道部のやつとかが、お前マジよみたいな話ガキの頃よくやってましたけどね金入れてください、金が必要です。100円ください。このゲームはね、金が必要なんですよ、遊ぶのにははいはい、じゃあ始めてください、どうぞ。まあでも今のうちであればまだ出たばかりということで通信対戦もつながるでしょうし、つながってほしいですし、つながってくれてと信じたいですしまあゲームセンター、お近くのゲームセンターでね、ネシカ2、1台ぐらいあんだろうということで、触って、まだ新品買えますけどね、中古欲しいって言ったら、まだ新品買えるから中古がないんだよって言われて、知らねえよ知らねえよみたいなねえ、どんどんみんな遊んでいただければなと思いますけどね、もう KOF14 とかね、マジシャンズ Z なんか誰もつながんないですからね、はい、遊んでもね、やってないっていうね。スクールオブラグナルクももうダメなんです。スクールオブラグナルクはね、サービス終わったっぽいですね。終わりましたね。あれラグナルクいいよね。発売前にさ、ファックス送られてくんだよね。なんか希望台数を述べよみたいな。希望台数がに満たない場合がありますみたいなこと。偉そうに言って誰もやってんじゃねえかこの野郎みたいな。絞られた上に誰もやらないっていう。ただね、あれ汎用筐体として見るとすごくいいよね、いいよね。高級なボタンとレバーがついた100万ぐらいするゲーム機だと、アルミの削り出し、アルミの削り出しのね、バイクのハンドルかっていうぐらいのボールがついてます。あとナイスイチからでけ、この棒にまたがるっていうキャラクター、いわゆる魔女っ子的な、基盤ゲリュウに言わすと一定以上の需要が必ずあるジャンルらしいんですけどね、それをまあ今回格闘ゲームに導入しているゲームとなっておりますということでね、正直またがってるっていうのを見ると、昔のドクタースランプアラレちゃんのアイキャッチを思い出す。ああ確かにね。なのでこのほうきキャラはちょっと今後注目株となっておりますね。一定以上の、そうですね。アーケードゲームの世界において、やはりコットンの存在というのが非常に大きくてですね、シューティングゲームを男らしいものからちょっと違うものに変えた瞬間だったわけですね、あれがね。でもすごいハードですけどね、まあゲームは難しいですけどね、ティンクルスタースプライズとか、まあデスマイルズはまあちょっと違うかもしれないですけど、まあそういう感じで進化していくと。最初から狙ってますからね、あれはね。あ、マジカルチェイスもそうですね、PC エンジンのね。おっとダメージ与えていく、マジカルドロップは違いますね、マジカルドロップあっこれは入らない入らない、あれマジカルチェイスってなんだっけ、あれ先もっさんだっけ、波下だっけ、なんか曲がいいよね確かねああなんだそれ、奥様ウッドリレーさん1本取ったのはミルキーローズ、あ先もっさん、そうですね、秋元さんがいじるゲームは全部音楽いいのな。メガドライブのマスターオブあじゃねえやなんだっけマスターオブモンスターズとかベリテックスとかそうゲーム超もねえのに音楽はいいんだよな。あーこれ画面端に追い込まれている。シリゲがリーズですね。マスターオブモンスターですマスターオブウェポンは面が進むごとに曲の音が1音ずつ減っていくっていうジャガー版のライデンと一緒ですあすげえ飛び道具何もできないあこれ馬場君使ったら強いんじゃないですかこの魔女っ子ねえ飛び道具強いですよ。あそうですねデコのクーガとクルードバスターとチェルノブも崎本さんがサウンドドライバー書いてるんでしたっけ。その辺もアーケード版より音がいい。おああクリーンヒットあんま変ねえな。そして長いそしておおババババババちょっと三国演武っぽい。あ減った減るな。あー奥様うっとり削りきれないジャンプで受けて魔女子かそれともあっ父がも下段からフィニッシュ勝ったのはミルキーローズ。あそうだミッドナイトレジスタンスもそうだね。ガロボー微分生きていてくれガロボー対微分あ生きていてくれ父よ母よ妹よ生きていてくれワンピカがガロボーでツビガが微分です。さあこのガロボーはやってるのかな。ガロボーどうなんですかね。ミッドナイトレジスタンス基盤持ってますけど、ええ、オープンした頃の帝に稼働してますけどねまあそのうち入れますじゃあ。さてワンピガーガロボ、ツーピガーがそうか、ミッドナイトレジスタンスループレバーですね。ループレバー、ループレバー。うん。あ、シャドウダンサーと勘違いしてた。シャドウダンサーの犬のやつ。シャドウダンサーのボーナス面がマジウケるんだけど。あれ、それあれシャドウダンサーってあれじゃないですか。それでヒルっぽいやつ。いや、あ、まああれ忍びだよ。犬連れてる忍び。あれのボーナス面でね、上にいる忍者、ビルの上にいる忍者をこう手裏剣で殺すんだけど、打ち漏らすと蹴られるっていう。あのキックの絵がかっこいいんだよね、すごいね。どうでもいいです。いいし使ってんのがビブンさん、そしてワンピザーの方がガロボーですね。黒いやつがガロボー。はい。ガロボーはこの黒いのがどうも性癖らしいということで、注目していきたいですね。なんかいわゆる普通のジャンプとは違う軌道が変わる攻撃を持ってるっぽいですね。さあ連続技おこだわりのチンチンを使っていく。上から来るぞ気をつけろ。おうめおなんだそれマキシマムスパイダーそれでもチンチンを使っていくからもそうですね。ミッドナイトレジスタンスじゃあループレバーをおなんだこれ入るのこれおおかっけえマキシマムスパイダースーパーマキシマムスパイダーそして死んだか長いが生きてるああガロボー一歩選手あっビブンさんやってると思ったらガロボーもやっていたそうですね。マキシマムスパイダー祭りになってますさあいい感じですね。ガロボー強い技だけ打ちてるって感じです。そうですね。もう見かあれ。あうまいですね。こっから繋がらない。あれもうちょっと近ければねサマー当たるんですけどね。このトライデントを持ってるのは何アーサーなんですか。これ聖剣伝説の3のリースってからなんです。あなるほど。何アーサー。聖剣アーサー。これはもう追加コンテンツで魔界村のアーサー追加はまたなしですからねこれねよろしくお願いします。意外とメーカーを超えて黒田アーサー仮面ライダーリュウスに出てたアーサーあれ ?11 な朝、はい、よかった。あれカメレオン黒な朝ですよね。そうですね、そうですね。若い頃の足立由美に手出したのも黒田朝ですね。個人の感想です。個人の感想です。さあ1-1からのどちらの性癖が上なのか。ああっ、えいからのからのうまい、やり込んでる。ゲージがない、ゲージがなかった。おめえ下段から連携年、そして浮かして、あ、残念、つながんない。移動機から下段回していく、押し飛び道具バースト、いやーサーバーで回っていく。なんかこの通常技がなんかこう遅い感じに見えるのがちょっと気になりますけどね。お前、ああナイスチッチからの、さあここからまくれるのか。ガロボ体力が微妙にリードされている状況。おお当たった。なんかいろいろあって、かさたりかさたりタンパスあった。止めて解放してゲージ回復。さあここで当たると回復する玉つけてからの方がジェムですね。ディフェンスジェム。さあああこれは死んだか。長いぞ長いぞ。あったなビム、ビム差勝利。霞月下からのロンギンスの槍でしたね。じゃあ次準決勝、ナルト秀樹、あ違うか、ナルト秀樹、じゃあお願いします。でガルボさん、課金徴収します。ミリオンアーサー、アルカナブラッド、秀樹が 1P、 手前側 2P がなる。さあまさかね、19人のトーナメントでまだこんだけ短縮ルールを使ってでも1時間以上かかるっていうね、はい、さあなるが飛びがさあ本日は大人の事情で開催されているこのミリオンアーサーアルカナブラッド大会となっております。今後帝で定期的に大会をやっていくということなので、僕の方もねゲームこれちょっとやってみていろいろこう実況解説できるようにね徐々にしていこうかなと思ってますけれどもね、今日はわからないので全部マキシマムスパイダーですいいですかマキシマムスパイダーと霞月下といろいろありましたね。ジャガノートパンチ、ジャガノートパンチまあそれ以外全部ナイスチンチンで、そのあとはナイスチンチン、これが非常に重要なストライカーを整っているナイスチンチン。左上右上にある青いボール状のゲージの数だけストライカーの技が使えるようとなっております。わりかし今有識者評価でこいつナルカ使ってるのが強いと言われている。なるほどなるほど。でもまだまだ始まったばかりのゲーム、みんな知識はフラットということでね、どんどんゲームセンターで遊んでほしいなと思っておりますけれどもね、もうこの際過程を出さないでいいです。あ、うまいどんどこどんが入ったからの下段、嘘だどんどこどん、嘘だどんどこどんが入る仮面平成ライダーと対等のクソゲーの謎のコラボレーション、嘘だどんどこどんがありましたね今辻村監督に会った時、そういう意味でサインをもらいたかったけど本当ですね、言えないみたいなね。辻村さん重要な回必ず監督やってますからね、ブレード貴様をむっころすもやってますからねもう外さないなと乗り込んライダーカリス、乗り込んライダー、そうですね、仮面ライダーブレードやってる時毎週日曜日楽しみだったな。あのぐらい興奮して仮面ライダー見たいですけどね、またね。いやそれでね、この間中国で見てたんですよ、仮面ライダーブレード見てて、中国人が分かってるのが全部字幕付きであるちなみに DVD で買っても字幕付いてますからね、初の字幕付きの開閉性ライダーの DVD ですからね。付いてましたねまあそんなで中国人すげえなと思ったんですけどまあすぐ消えちゃいましたけどねそれは強いですよ。なんだちょっと鍋かばみたいな何言ってるかわかんない。神がかって全員滑舌悪いって女まで悪いっていうやばいですよね。カルスバチチョンですよプラズマチョチョンプラズマチョチョンだカラスマチョチョンもこれ傘当たりでもまあただ遠くが連携を決める。これはお何それ、誘導ミサイル徐々見てタイムアップどっちだこれ微妙だぞ。ギリギリ勝ったのはダメかギリギリかこれで1-1。決めましたね。じゃあこの嘘だどんどこどんは強いということで覚えておいてください。投げるレンゲルかレンゲルがつらいよね。レンゲルがつらい。なぜ上条はあんなに格好悪いのか問題するがあれですね、グレードがオープニングで画面を殴るそうですね、で最初と発表会の時上条が僕は設定上最強なんで出てくるのが後ろの方なんですよみたいなこと言ってて、でなんか番組やってる中で設定変わっちゃったみたいで言ったことが嘘になってるっていうなんでむしろなんでレンゲル出したのかがわからないっていう状況です。なぜか最強じゃなくなってやっぱやめようあいつ浅いからみたいな話おさあどんどこどんこれピンチだぞ体力がないどんどこどんだから対等だから対等だからどんどこどんなんですよ。スクエニじゃなかったでしたっけまあいいや殴ってどんどこどん外した当たんない時間がない試合が長い早くやれ勝ったのは秀樹。さあブルーとミルキーローズ、はいじゃあブルーとミルキーローズお願いします。もういいですもういいです大丈夫です、はいあの頃は全部 CM ゆうゆうでしたからね。そうですね、ゆうゆうのクイズで55とか出てましたよね。その後の森口博子のクイズでヒューヒューもありましたけどねあれ電源パターンで連載入れとくとあれなんですよ。そうですね、おにゃんこクラブ自体の会員ナンバーはいくつだみたいな16みたいなあれ間違ってるかもしれない覚えてないや問題考えているのはナイトストライカー後に、イコとワンダの巨像を作ったカイドウさんが考えてらっしゃるんで、結構面白い問題があるんで間違いが熱いっていうふうにカイドウさんおっしゃってましたね。まだそのクイズこういうクイズが面白いというクイズを提供する会社がなかった何頃なんで社内で台東さんのスタッフの方が作ってたらしいんでそれが結構バカっぽくて面白いです。さあワンピー側がミルキーローズがスビガがブルーです。はい。これも何度か話したことあるんですけど、クイズマイエンジェル1と2これが、モスの駒沢社長が問題考えてて。3以外、3以降、違う会社になっちゃったんですよ。やっぱ1と2の方がインカム良かったですもんね。その問題の良し悪しってのもあるんだよって駒澤社長は僕におっしゃってましたけどね。でもボスが作ったドリームホースは売れてねえじゃんみたいなそういうことなんですけどね。まあ何にせよね、問題の良し悪しって何なんだな。セガの宿題を忘れました。ゲーセンで見かけたらね、みんなどんどん遊んどいてくださいね、はい、みんなゲイングラウンドに改造しちゃうからなくなっちゃうこの世からなくなっていく。あれもフロッピーですね。同じです。あれもフロッピーなんですか。あと所さんのマーマージャンもどんどんなくなってきますから、ね、みんなゲイングラウンド改造しちゃうんですよ。悪いこと分かってて、悪いこともおヤフオクで2000円だみたいな。やった安いね、改造しちゃえ7万で売れるぞ。そういうことやっちゃダメですよあれですよね、サムライスピリッツゼロスペシャルも本物あと何枚あるのかっていう話ですよね。あ、そうですね。あと結構コピーが多いのは熱血闘球児もそうですね。ドッジボールの新しいスーパードッジボール、あれもコピーが多いそうです。カセットの色で本物かにその方が区別つくらしいんですが、まあそれをここで語ってもしょうがないんですけれど。ナイススイッチからの、ナイススイッチからの消費。おお、かっけえ。何それ。おこれはヒバンゲリオンの好きなやつか。なんだそれ、どういう技だそれなんか放送隊を行ったら上に飛んでった、うん、なんか何が痛いのかわからない問題っていうのが三国演武からありますよね、確かにね。あああ、はい、これはああ当たってみんなコンボがうまい、追いつけない。ジャガーノートパンチ、チンチン、ジャンプで受ける。もうなんだそれ。割と今問題のアシストですね。アシスト、これバウンドボール、バウンドボール、あれが本当強いという。さあ勝ったのはブルー。はい、エリオットどこにいるの。微分と秀樹、微分対秀樹、じゃあお願いします。そのサラマンダに出てきたサンダーミューという雑魚キャラがいるんですけど、あれも別に危害はなくてプレーをしてる僕らにダメージを与えてくるじゃないですか。ビカビカビカって光って、点滅する、そういう技を格闘ゲームに用意するといいかもしれませんねじゃあ秀樹対微分さんですね。はい、明らかだと光らないのは最近フラッシュが家庭用だと、ああそう、家庭用だと規定があるみたいで、ピカチュウ問題からね。だからダックキングステージ、ガルスペのダックキングステージも結構、そうですね。だからサンダーミュウがただのミュウになってしまったんだ151匹目のポケモンになる。そうそうそう、私はローラントに山 This is a kingdom's junction. Please tell me your select. First battle, judge. PC エンジンのサラマンダも光ってなかったですね、そういうのね。あれは技術的な問題ですか。あ、いや、その問題、ピカチュウ問題で、当時から、光ってなかったですね。まあでもその前に PC エンジンのサラマンダつまらないからやらなくていいです個人の感想です。そうですね、なんで戻り復活やねんって。危ねえ。さあ2段ジャンプで牽制しよう両者。ダッシュで近寄って中段からめくって連携つなげられるか。突進からの飛び道具、さらに拾って、いやー受け身。ああ何それ、ガードされた状態からのファーストがあるけど、ここは使わないでまだ温存とペットショップペットショップホーミングミス走が決まっていく。さあここでバスト、体力が追いつかれそうなところでバス使ってくる。なるほど。さあここでエリアル決めて横に押していく。ガード攻撃やり返していく。さあただの A 連打でA 連打越して17ヒット、いろいろあってさらにいろいろあって、あー下段からでっけえ。いや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 、よかった何がよかっただってよかったねーみたいな。よかった探し、よかった探しでしたね今ね。よくねーよ。ビブルさんも結構やってる感じなんですかね。まあなんかコンボ芸のイメージビブルさんないですけどね、あんまりね。まあ、やればうまいんでしょうね。ここでバーストを使っていったさあ、ここはめくって、あ、空中ダッシュを使ってめくっていくっていうテクニックなんですね、あれね。さあぶっ放していく、ぶっ放すが当たらず。さあ2ラウンド目落ち着いてビブさん取っていくのか。大き攻めダッシュ投げさあ決勝、リースですね。ブブンとブルーで、ブルー対ビブンさん決勝戦です。よろしくお願いします。ストリートファイターカーニバル2017、スーパーストリートファイターカーニバル2017、第24戦目何でしたっけ、ミリオン朝アルカラムラト大会決勝戦始めたいと思います。タイトルが長い、覚えらんない、3文字以内にしてくれ雪男とかね、グアンゲみたいな4文字か、それ決意とか3文字以内にしてくれ。エベラ&ジリオーラジエンブレムフロムザダークネスとか、そう長すぎても覚えてるんですけど中途半端な覚えられない、すいません。1P が、今映ってる方がブルー。さああるかな、デッキ今から組んでいく。そうですね。なんかこうかっこいい名前つけちゃうんだよね。うんね、そうするとなんか全部横文字になる、ね、横文字で覚えられないみたいなね、気持ちはわかるんですけどね。そう、2P 側が微分、1P 側がブルー、赤い方が微分さん、緑の方がブルー。そうですね。おうまい、これは当たらない。なんかもうあれだよね、だから長すぎるともう全部リスキにハーデンセイバーフェロメロンにしちゃおうみたいなブレイクダークサンダーフェロメロンって言っちゃうぞみたいな。おっ、これは自動、ここでバースト使っていくのはブルー。さあここは自分さんは使わない。あっ、ゲーナから横押し飛び道具さらにつないでうめえ投げーマキシマムスパイダー20ヒット。さあそしてダストク技を使っていくが、まだこれビブンさんバーストが残っている、まだダスト残ってます。お、今の一発ヘッダーね、おい。さあここから、いやー連携やり返していく、バーストゲージはお互いマックス、まだゲージの使いどころが気になるところ。両者残り38秒、時間もある。飛び道具で横していく、うまい、固めて飛び道具、ここでいやー当たったところビブンさんジャンプし、いやおうまい。その突進技結構出が早いね。ためなんですよ、ためなんだ、失敗系なんですけどちょっと、危ない。ああ相手の視覚に技を突っ込んでいくリブンさん。ここでちょっとボタン間違えたのかな、さあ今、ビブンさんが召喚獣キャンセルで出すとしばらく回復不能時間が減ってしまうので、なるべく3マナ使うやつは、キャンセルで使わない方がいいんじゃないかな。なるほどね、今のところは。さあ余裕をよけて、しかしところに入って連携を決めていく。さあ3マナ使って、とりあえずバリア、これはまずいか、つながるか、いや避ける、やり返す。ブルーはまだバーストがある、そうですね。さあここからが、あっ、いやーこれはさすがバースト、バースト使って各班からの連携ミスだ。オブレガード、アシストが強そうだね、確かにね。あれ当たった。さあー刺さった。あー蹴りがナイターキックが当たんない。うめえ。いやガード間に合った。時間がない、時間がない。あーこれで 1-1。 ええ、はい、これで 1-1。 さあファイナルラウンド、いい勝負だったね。2ラウンド目、今流行りのスイカ玉、スイカ玉。そういや高橋名人来た時スイカ用意しときゃよかったですね。名人お願いします割れねえよって言われて、でも名人で割り切ります。見向きもしなかった、見向きもしなかったですね名人で。スターフォースはピクって反応しましたけど、やってましたね、やってましたね。バトルガレッカとかに反応されて意外でしたよ僕だって。おお、ここを隠して攻めていく。さあ上から押し付けていくビーム。あ、ここでブルーがコンボ決まっている。さあ追い回しはできないが、ああ声した、つながった、またつながる、かっこいい。おい、これはどうだ。11はまだたまらない。じゃあ攻撃拾って、さあこのまま一気に攻めることができるか。あ、カウンターヒットがあるんですね。なるほど。ああうめえ、差し込んでいくとしまさん。いや我慢我慢我慢する、そして待ってました。バストある、バスト当たった。これはおお、さすが演出を見るまでもないと。演出見るまでもなかった。勝ったらビブンさんお見事。いやすごいビブンさん、最新ゲームなのに。さあ久々なんで、なんかビブンさんがお面を取りに行きましたね今お面を取りに行きましたじゃあ放送席ヒーローインタビューとさせていただきます。いやーよかったよかったはい、じゃあ優勝したビブンさんでーす、はい、ごきげんようごきげんよう。なんだビブさん、やってたんですかこのゲーム。いやー、最新ゲームなんで、まあ、とりあえずみんなやるかってことで、ちょっとさハテナってなってたじゃないですか今日の種目、多分これだろうなと。あーなるほど。でなんだろう、ロケて一昨日やったんですけど、そこでちょっとやってみて、なんでしたゴジラインですか、アルカディアの元ライターさんたちがやってる攻略サイトを見て、まあ、とりあえず基礎言からやってみようって。あなるほど、知識じゃあ勉強してきた。やってみたら、基礎言ができない。あ、基礎言ができないそもそもできない。基礎言なのに空中ダッシュ2回入れてたりとか。あなるほどね、基礎じゃねえじゃんみたいな。これはね、新作で非常に面白そうなんですけど、帝勢には厳しいですね。あなるほどね。だってあれですよ、これで稼働してるのよそに、向こうでワヒーズやってるようなやつらですから。いやまあそうだねワヒーズとか2ボタンですよ。2ボタンちょっとボタンが多すぎるとでもどうやった感じ面白いですか。あ面白いです。あ面白い。やっぱりこの空中ダッシュとか上の取り合いとか、こういうこまごました攻防がちょっと自分あんまり苦手なんで、結構昔の格闘ゲームとはやっぱり違う駆け引きが存在してるということなんですかね、でもやっぱりデッキですか、サポートに、まあ、チンチンとかいっぱい3つつけられて、それがいろんな性能があって、なるほど、まあ、人によってね、デッキとか違ってきて面白いんじゃないでしょうか。なるほどね、わかりましたわかりました。じゃあビブンさん、今日配信みんな応援してると思うんで、はい、ちょっと一言言ってあげてくださいビブンさんから。いやこのお面出番ないかと思いました初めてですよかった。あれこれカニバルって優勝してましたっけ。して1回したんですけど、カメラがちょっと映んなくって。なるほど、じゃあ今日初披露ということで、もう勇気と愛で勝ちました。わかりました。じゃあ優勝したビブンさんに大きな拍手を。はい、ありがとう、優勝おめでとうということでね。ビブンさんすごいな、よく優勝したな。まあ新しいゲームでも古いゲームでも俺はやってやるぞ、キュアビブンということで、これからもビブンさんの活躍にどうかご期待していただければなと思います。スーパーストリートファイターカーニバル2017、 12月の2週間目ぐらい、第2週目まで変なゲームでポイントを競い合う変則ランキングバトルとなっております。決勝は上位8名でしたっけ、16名か、16名が進めるということなんでね、皆さん最後までポイント争い変なゲームばっかりでごめんなさいあるんで、どうか、よろしくお願いします。で23日シューティングラブ甲子園10周年記念大会というのを昼間やりたいと思います。藤野社長から、何か発表があるみたいなのでね、よかったらぜひ遊びに来てください。シューティングラブ2007シューティング技能検定での大会となります。参加者が多い場合は、ワンキル、モードワンデス負けモードで、1回戦さばきたいと思いますのでよろしくお願いします。そして、もうエントリー締め切りましたけれども、新サムライスピリッツ世界大会が12月2日帝の方で行われます。当日エントリーも募集できるのかな。よかったらぜひ、こちらの方、遊びに来てください。よろしくお願いします。で25日僕福岡でライブやるんで、ケイブの松本大輔君のバックでギターを弾くので、福岡にいる方よかったらぜひ親不孝通りのグラフっていうライブハウス、僕4年目なんですけど今年出演ね、よかったら遊びに来ていただければなと。で26日福岡の地元のゲーセンで俺大会やってきます。ガロスペと新サムとザンサムだったかな、やってくるんでよかったら集まってくれれば。26の日曜日だったと思います。日曜日の G ステージでしたっけ、あそこのゲームセンターで大会やるんで、よかったらぜひ、福岡近い方遊びに来ていただければなと、なのでちょっと今週末から来月頭ぐらいまで忙しいですけどね、帝の方の配信どうかお楽しみに。今後も、アルカナブラッドの方はね大会やっていきたいと思いますんでね、今後の情報をね楽しみにしていただければなと。とりあえずストリートファイターチンチンはナイスチンチンルールだったらみんなできると思うんでね、竜巻コマンドだけでできるんで、ぜひぜひ参加してみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあスーパーストリートファイターカーニバル2017第24戦目ミリオンアーサーアルカナブラッド大会以上終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。